すごかったね。あの展開、まあ中段からなんかうまくさばいたような走りで、もう多分川村さんがもっと早く行くかなと思ったんですけど、あそこまでいたら多分朝日さんもかけると思ったんで、それでまあなんとか取れたような。上がり旅11フラね。はい、やっぱりまあ二次予選もあるけども、かなり練習はそうですね、まあ練習はちゃんとできたんで、うん、僕は結構自信持ってこれだと思います、うん、自信持って二次予選から戦えてね。はい、そうです。しっかり頑張って。はい、ありがとうございます。